はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。初めましての方は初めまして、そうじゃない方もはい、どうも初めまして。とりあえず最初から螺旋の宿っていうフリー、何これ、フリーホラーゲームでいいの？リクエストいただいたんで入れます。よろしくお願いします。さすがにボイスはついてない系ゲームかな。子供の頃考えた、命は消えるとどこへ行くのか。これ読んでいきますんでごめんなさいね。夜になると心がざわついて外へ飛び出した。街灯だけが照らす夜道、怖い気はしなかった。死んだ姉さんが姉さんか、近くにいるような気がして、僕は姉さんと話がしたくて。ごめん、ちょっと音がすごい張り切ってんな。ちょっともうちょっと下げさせてもらって。あ、結構大きいな、これは。ん？守護霊を選んでください。あれ？テキスト動いちゃった。選んだ霊によって難易度が変わります。赤、虎、水色、なし、霊などいない。説明を、最初の所持品の数と体温低下に対する耐性。はあ、低下するのは序盤だけど、所持品は難易度に影響。赤か虎がおすすめです。あー、どうしよっか。ちょっとこの手のゲームはね、実況見てもやりはしなかったんでね。何がいい？赤か虎？ちょっと分かんないから赤にしとくか。どれが一番いや、分かんないし、名前を言ってください。自分の名前でいいの？あ、俺自分名乗ったっけ。R と申します。どこラリルは R。 よし、これでいいかな。終わり。よし、ん？ R 頑張れ、見守ってるぞ。なんだ急に虎柄の男の方は。ちょっと探索パートになるまでは、あ、いきなり探索パート、ありがとうございます。メニューはバックスペースって言ったっけ？ R。 もうちょっともみあげ長くしてもらっていいですかね。もみあげっていうか、耳毛のところですね。持ち物、紙切れ、はい、紙切れと油紙。あー、で救急箱を、でお守り、システム。あ、BGM ここで変えられるのか。まあそれはいいか。何？連打？どういうことなんですかね。あ、パッドでもできるのか。まあこの手のゲームはキーボードでやればいいでしょう。大丈夫よね。道を間違ったなら来た道を引き返せばいいし。ん？けど携帯が繋がらないのは少し心配かな。ここの雰囲気もちょっと怖いし。私ホラー映画は好きだけど、遭難みたいな現実の恐怖体験は絶対嫌。長えな。 R さん知ってる？怖い体験をするのは嫌なのに、怖いものを求める人の心理。人間って恐怖を感じることで自分が生きているってことをより強く実感できるらしいよ。だから私みたいなホラー好きは、生きることへの渇望みたいなものがあるのかもしれない。あくまで安全が保証されてる場合でね。 R さんはどう？ん？この子はさくらちゃん、ユーマの妹で何度か会ったことがある。お、年下の子か。なんか光ってるよ。記録しておこうか。あ、顔出ちゃったけど、いいの？あ、じゃあここに始まり。バックスペース。オッケー。動くな、結構。ちょっと押しただけでもグッと動く感じだな。だから、前来た時はこの道で行けたんだってば。え？そうなんじゃないわよ。冬山ならともかく、今は6月なんだから、大事にはならないって。何、男のくせにギャーギャー騒いじゃって、みっともない。いざとなったら携帯のつながるところまで引き返して、おじさんたちに来てもらえばいいんだから。ん？ほら、ある、あんたもフラフラしないで、なんかいい案でも考えなさいよ。何切れてんだこれ。ったく、男どもは全然役に立たないんだから。これ方向聞いちゃダメなのか。こいつは青い、ユーマと同じ中学からの付き合い、頻繁にトラブルを起こす。以上で、これがユーマくんかな。ったく冗談じゃねえよ。遭難なんてシャレになんねえし。なあ、ある、さくらのやつさ、家に帰るとお前のことばっかり話してくんだぜ。ん？どんな話だ。
早く上、これ上行った後下行きたいよね。あるってさ、絶対モテないよねってさ。口数少ないし、ぼんやりしてるし、そういうの女子的には候補から外れるらしいんだと。何期待してたんだよ。そんな顔すんなって。いや待てよ。けど真の強さを感じるとか、そんなことも話していたような。ああ、まあどうでもいい話だな。今はそれどころじゃねえし。で、こいつがゆうまくん。中学からの付き合いでよく一緒に遊ぶ。これさくらちゃんっつったよね。なんでここのさ、メニューの顔はいい加減なのに、この辺の この辺気が入ってるよね。一緒かよ。やるね。ここどこかって？嫌だな。僕らは葵さんの親戚が運営している、いや経営しているペンションに向かう途中で道に迷っちゃったんじゃないか。葵さんが近道があるからって言うからついていったけど、山は基本的に正規のルートを外れるものじゃないよね。こいつはかける、高校に入ってから知り合った友人。そうか、高校生か。おや、俺がなんか動かないといけないパターンか。もうセーブはしたからな。もう一回セーブしとこうか。あ、ガンガンセーブできるな。どこ歩けばいいのかな？画面ちっちゃいかな。まあ、後で編集すればいいか。まあ、フリーゲーム。あ、そっか。これ、何をすればいいのかな？もうどっか行かない？ん？ふらふらしていると、葵が荒れる。じゃあ、葵に話しかけてみる？ダメだな。特にアイテムが増えてるわけでもないもんね。紙切れ、この紙切れが何だかよくわかんないけど、どっか行かないといけないのかな。あ、葵を、あ、え、だった、奥へ続く道を見つけた。あ、話しかけに行かないといけないのか。よいしょ、難しいな。ん？奥に道が続いてるって？ほら、やっぱり、この道で合ってたんじゃん。霧が深いと、霧が深いと、ちょっと歩きたくないけどな。大丈夫かよ。引き返した方がいいんじゃねえの？大丈夫に決まってるでしょ？はい、みんな注目。やっぱり、私が正解でした。これからペンションに向かって出発します。ん？みんなごちゃごちゃ言って、私の足を引っ張らないようにね。やあ、降ってきた。ペンションまでもう一度踏ん張りよ。これじゃあ着くまでにびしょ濡れになるぜ。近いなら走ろうぜ。こんな山道で走ると危ないよ。だったら転ばないように走ろうぜ。ある、はぐれんなよ。はい。あ、これオープニング画面かな？動けない。葵のおじさんが経営してるペンションって聞いてたより随分ボロいな。ここおじさんのペンションじゃない。あ、だったらここはどこだってんだよ。民宿っぽくない？おかしいよね。こんなとこに民宿なんてあるはずないのに。とりあえず入ろうよ。電話を借りて、葵さんのおじさんたちに来てもらおう。せやな。名前ならかけるくんだっけ？ちょっと死にそうだな。一番頭が良さそうだ。すいません。私たち道に迷っちゃって、電話をお借りしたいんですけど。誰もいないのかしら。結構綺麗だね、間取りが。間取りじゃねえ。しょうがねえ。上がってみようぜ。何か思うところがあるのかな。いや、燃えないな。ん？浮く 浮かないですよ。ん？突然頭に鈍痛がした。ある。あれ聞こえる？おばさんに気をつけて。姉さあるさん大丈夫？頭が痛むの？こんなとこで立ち往生じゃ気分も悪くなる。電話を借りて、さっさと出ようぜ。ごめんね、ちょっと名前、あ、ちょっと待って、誰もいないんだけど、なんで？なんで誰もいないんですかね？ちょっと、セーブしとこうか。パンフレット？あれ？あ、これセーブじゃねえの？パンフレット？靴置き場。下駄箱って言わないの？玄関か。パンフレット。青白く光る小冊子。なんで光ってんの？誰が書き記したんだろうか？螺旋の道の、いや、宿の歩き方。ああ、なるほど。マニュアルですね。あとで読んでおこう。
後で読んでおこうって言って読んだ試しがないな、こういうの。おお、ん？あ、ラウンジ。衣類のかかっていないハンガーと、お、入れる、入れない。中はから掃除した後なのか清潔な印象を切る。探索ゲーだよね、難しそうだ。あ、ここ緑の本が記録できるのか。ラウンジ、オッケー。あ、危ねえ。エスケープキー押しそうなんだけど、エスケープ押すとどうなんだろう。なんか落ちそうで怖い。大丈夫か、ある。しかし気味悪い民衆だな。これじゃ客来ねえだろう。ん？さくらなら電話が見つからねえかって一人で奥へ行ったぜ。危ねえ、あいつ怖がりなくせに。もしかすると体調が悪そうだったお前のことが心配だったからかもしんねえけど、時々思うんだよ、女はすげえって。さくらもだけど、女は普段ビクビクしてでもいざとなったら腹くくるだろ。お前の姉ちゃんも、ああ、悪い、余計なことだったな。ん？気にするな。 R の亡くなった姉ちゃん、いや気にしなさすぎだろ。子供の頃川で溺れているのを見て助けようと川に飛び込んだんだろ。一緒に溺れたけど姉ちゃんまだ小学生だったんだろ。すげえよな、女ってさ。男に比べるとずっと早くから自分にとって必要なものを理解しているような気がする。さくらを見てると時々そう思う。って関係ねえ話だったな。つかたける、いや、かけるはどこ行ったんだ。いつの間にかいなくなってるし。これを引っかいたよな。あとガサゴソ、中はゴミばかり。空っぽだったか。ん？ね、前からそんな思ってたんだけど、どうしてそんなに無言が多いの？まあ美徳だからだな。ん？あ、そういうこと。そういう生き方なわけね。納得。もう一回黙ってる？ほら、出た無言。そしてその無表情。いいんだけどね、別に。それより電話探そう。最初のいいは何なんだろう。おお、怖い。ああ、こういう演出っていうわけじゃないのか。タオルを使って拭きますか。体温が36度まで戻ります。今の体温は、メニュー、あれ、あ、こうか。36度、36度、36度って高いね。ちょっと俺は36度ないからな。通常36度超え出すと、あれ、おお、何分、13分か。怖いな、この顔。いいですね。なんだ今のは。薄気味悪い女の声だ。歓喜の笑いのようにも聞こえた。トイレブラシが無造作に転がっている。じゃあ持ってこうぜ、危ねえから。あ、タオルが割れている。あごめん、タイルだったね。タオルは割れないね。凍ったタオルじゃなければ割れることはない。大体この即死がね、ありそうなんだけど、美しい女性の絵だ。おお、目が開いてる。あれ、ああ、時間経過で閉じちゃうのか。何分ぐらい取れるのかな。ちょっと前使ってたパソコンには入っていた。奥に桜がいるようだ。ここは私が見てるから、 R さんは他の場所を探してみて。ありがとう。ん？厨房だろうか。鍵がかかっている。ちょうど BGM がループしてるところか。ちょっと怖かったね、こういうタイミング。ん？あー、なんかジジってジジジジ音がする。ちょっとあまりにも怖すぎるんだから。あ、曲が変わってない。特に、あれ、こんなテレビあったっけ。テレビはつかない。よし、じゃあ行こう。この手のホラーは嫌だね。やっぱこういうホラーの方がでも俺はもう苦手かもしれない。墨をこすりつけたような真っ黒な文字だ。生存率 1%、 その 1% でさえ。運ゲか？これ鹿かな？鹿の剥製だ。生きているような生々しさがある。ヤギがいいな。え？よく見ると消火器の使用有効期限が過ぎてしまっている。あ、じゃあ鈍器として使えるんじゃないか。高校生なら持ち上げられそうだよね。出られない、出られない。じゃあ早く、おい、もう帰ろうぜって話だろ。ハンガーにはレインコートがかけられている。ん？取ってはいかないのか。厨房の鍵、なるほど。他には何もない。
でね、こんなことやってたら俺はずっと喋れねえな。目ぼしいものはない。もうどんどん探索していこうな。これこういうところから横から見ないとわからないとかあったらやだな。でもな、これ2004年に出てて、2016年、2014年か、2014年に出てて、2016年が最終更新みたいな感じだったので、客が残したメモのようだ。見た。俺はあの女を見たぞ。ひどい姿だ。あの肌の色。生きた人間の肌とは思えない。気づかれなかったのが幸いだ。もう二度と見たくない。ここにも来ない。別、いや、下に別の人間が走り書きを残している。おお、なんだ？別の宿泊客が書いていた。でかい女のことか？私はまだそいつを見ていない。見たのはお下げ髪の少女。この民宿は一体。これだけか？うん、オッケー。ちょっとね、本来 FPS、PC 版ソフトの FPS をね、やろうかなとずっと思っていて、ずっとじゃねえな、思ってて。ただパソコンの画面をね、録画するソフトをこのパソコンには入れていなかったので、おお、横スライド 横スライドか、滑ってくるのかな。ん？電池式ポータブル扇風機がある。電池は入っていない。鍵持ったからとっとと下行った方がいいかな。自分の足音か、タカ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 タって。ちなみに探索していないのは、あ、まだトイレがあるのか。やだな。どうかな。いきなり下に逃げ込みたくないんだよな。テレビはつかない。だからこれ隠れる場所なくないか。まあ例によってこのゲームをね、追われるような感じのゲームみたいなんで。よいしょ。これダメなのかな。こうバランスのいいところでは、これちょっと気持ち悪いね。あ、ここ。ああ、一歩の移動が多いんだよな。お客さんが残したメモ。真っ赤なでかい2メートル。いや、もっとあった。あれは人間じゃない。体の震えが止まらない。こんな民宿に泊まるんじゃなかった。他のはないか。これは？レインコートではないか。なるほどね。2メートルの女が襲ってくるのか。でも2メートルくらいだったらさ、いるよね。多分今現在、多分さ、あれ、あ、こうか。なんか光ってる。あ、これ拾ったらまずいやつかな。トイレに、いや無理だな。トイレに隠れても2メートルでしょ。タックル、あー、くっそ入れねえ。こうか。あ、またこれか。おお、なんだこれ。ん？ウィッグ？しかしサイズが大きすぎる。ユーモラスすぎるだろ。ここは何もない。マッチ棒？マッチか。ちょっと嫌ですね。早く。降りたい。お、なんか降りた。降りたね。落ちた。あ、男子トイレのタイルか。タイルっていうのかな？こう降りたらもう、多分、みんないなくなってんだろうな。多分。お、いる！助かった。かけるくんだけがいないやつか。さくらちゃんは？さくらちゃんはいると。一応ここでもう一回セーブして、今回やめておこうかね。どこまで話したんだっけ。まあこのゲーム自体は、まあホラーゲームをできればなっていうのもあったし、もうちょっと行くか。喋 り出すと止まんねえからな、俺も。お、持ってるアイテムは勝手にやってくれる感じか。持ち物。1本のみ。マッチだけが使えそうかな、今のところ。何かが収まっている。これは食器だろうか。うん。なもんでね、まあ、パソコンの画面を録画するソフトを、また改めてね、ちょっとなんかないかなと思って、まあ、今使ってるんだけど、それの、まあ、テスト的な側面も含めていますね。まあこういうちょっとフリーゲーム程度の画面だったら、まあ30分くらいは録画できそうな感じなんだけども、FPS と何？
何か黒いものが垂れている。じゃあもうちょっとやめとこうか。先がある。ああちょっと待って、長いな。長いか。じゃあ今回開けて終わりにしようか。あれまだ20分か。まだいけるな、全然。開けよう。何かが突然飛び出してきた。間一髪で避けた。あっぶな。ゴキブリかな。髪の毛だろうか。もう開けたくない。なるほど、女の武器は髪の毛か。あれだな、ジョジョの第4部かな。洗濯機スイッチを押しても電源が入らない。いや、またタオル。あー、タオルが、あれは血か。別に血なんて。誰かが書き残したメモのようだ。本館と別館をつなぐ渡り廊下は樹木が多い。樹木だよ。あの女から身を隠すのには最適、いや適して。本館と別館の間の樹木、どこのことかな。それを先に把握しておきたい。まあ、少なくともこれは本館だよね。もう出られないもん。なんか出るつもりがないもん。管理人室、ここは管理人室か。ちょっと覚えらんねえな、無理だ。覚えておかないとってね、言おうとした矢先もう諦めてる、これは。なもので、まあ、なんとか30分くらい取ったら、まあこういうゲーム都合よくセーブはできないと思うけどさ。お、人形が、ん？人形のようだ。どう見てもなんか人形の画面ではないんだが、背中にスイッチがある。じゃあ入れておこう。あ、人形がその場で足踏みを始めた。電池で動いている。嫌な音だな。本が並んでいる。接客に関する本とコンピューター関連。うん、もう一個隣。そこまでシビアじゃねえかな、このゲーム探索に関しては。会計記録がファイリング。日付は今から15年前。ん、また何かあるようだ。ファイルの間に丸められた画用紙が挟んである。子供が描いた絵。あ、桜の叫び声だ。もうちょっと探索しておきたいな、冷静に考えてね。引き出しには鍵がかかっている。あー、起動しない。随分と古いパソコンのようだ。おう、買い替えたばかりか、キーボードには汚れがない。いやー、もう古いパソコンはねダメだって。処理速度は。ベッドが3つ。民宿を営んでいた家族のものだろうか。やっぱね、無理だよ、何年も使えないよ。特に古いやつでしょ。そこまで多分ね、キーボード、無理だよな。やっぱ新しいの買い替えた方がいいよ、絶対。なんか上手にね、その使い回せる。うん、床板が黒く変色している。赤黒くね、血だろうか。墨をこすりつけたような真っ黒な文字。火が欲しい。ランタンは見つかったのに点火するものがない。嫌だ、置いていかないで。とまた血。ごめん、鍵がかかっているでしょうね。これ電池抜いとこうか。あれ、裏、後ろから。ちょ難しいな。あれ、電池抜けないの。ん、無駄遣いは避けたい。すいません。じゃあどっかランタンがあるんだろうから、それを使うのかな。しょうがねえな。ちょっと桜の方に行ってみるか。ん、ちなみにここは、この下は通れないのかな。ん、ガスは止まっている。ガスで死ぬことはないな。ガス爆発は大丈夫そうだ。一応これがね、なんか追っかけてきそうな感じ。そのうち目が開きそうですね。いやだやだ。おお、まだみんないる。畳に赤いシミが見えたから、ふともどかしてみたら、いやいや、何なのこれ、何なのよ。何この民宿、おかしいよ。人気がないのに家具や食器がそのままだし。出よう、ここから。お、目がなくなった。今すぐここ離れるんだ。こんなの嫌。葵、いや、
待て、青い。ああ、みんなに、ああ、待ってて。また俺のこと置いていくんだもん。ん？また。頭が痛む。ん？前と同じだし。青谷優馬が向かったのは、玄関の方。急いで追いかけないと。そうだね。でも探索はしておきたい。で、何？何を見たの？血を見たの？ちょっと待って。血が染み込んでいる。うんって言っちゃうところがもう俺もちょっと言っちゃってるんですかね。でも血なんてね、出るからね、日常的に。日常的には出ねえか。お、26分。あ、ちょうどいいかな。きちんとね、きちんと、まあ、動画にできるのかどうかっていうのを調べるには、いいところかな。まあ、半分でね、分割してもいいし。これ何？一生セーブできんの？てっきりなんか、ねえ、この44枚、紙切れあるから、これをセーブに使ってんのかと思ったけど、どうやらそういうわけでは、あ、子供の描いた絵、最後見ようか。両親と犬の絵、真ん中の何かが消されている。両親じゃないかもしんないよね。完全になんか赤い服着た女の人が、犬かな？なんか猫っぽくもある。俺も絵下手くそだからな。犬か猫か。描いたらわかんないかもしんないな。じゃあ一旦ここで動画を区切らせていただきます。